はい、皆さんこんばんは、ドローンやじです。今回はですね、Amazon の方から購入してみたんですけども、フライノーバプロというのがですね届きましたので、ちょっとこちらのレビューの方をやっていこうと思います。これはあのですね、通常のドローンとは違って、まあ投げて遊ぶ用のですねおもちゃ的な、まあ、ものになります。はい、それではですね早速開封の方していきたいと思います。で、開封するとですね、じゃじゃん、こんな感じですね。はい、これあの完全に周りをこう覆った形の球体になってまして、でよくよく見ると中にですねプロペラが入ってます。でこれをですね回して、まあ、浮遊することができるということで、とりあえず、まあ、あの自立浮遊というわけではないんですけども、まあ、あの投げて遊べるというところでですね、少しいろいろトリックとかもできるみたいなんで、ちょっとこれでですねあの遊んでみたいと思います。はい、で一応あの取扱説明書の方もこのようにですね日本語版できっちり入っておりまして、遊び方としてはここかな、旋回するとかですね、浮遊するとか、あとは目標に向かって飛ぶとかですね、こういったものがありまして、これを使えばですねキャッチボールのようなこともできるし、一人でブーメラン的なものもできるというのがですね書かれてましたので、そちらの方ですねちょっとぜひ試してみたいと思いますので、ちょっとレビューしていきたいと思います。はい、で充電なんですけども、充電はですねこの上の部分、このアップって書いてる部分があるんですけども、このアップの部分のこの下のところ、ここですね、ここにあの USB の、給電口がありますので、こちらの方に USB でつないで、給電するような形になります。でその上側、こちらがですね電源ボタンになりますので、これを押して起動させるということになります。はい、で一応ですね、ガードで覆われてるんですけど、少し結構間が空いてる、まあ、小指ぐらいだったらこれぐらい入っちゃうので、あのお子さんと遊ぶときは十分に気をつけるということをですね伝えておいていただければと思います。こう持つ分はですね全然あの中に入らないんですけど、たまにですねこういうふうにズボッと、指が入っちゃうとプロペラに、指が当たっちゃう可能性もありますので、その点は十分ご気をつけください。はい、でですね、早速こちらの方起動していきたいと思うんですけど、起動方法めちゃくちゃ簡単です。この上のですね、電源ボタンをポチッと押しますと、これ LED がつくんですね。もうこの状態であとはもうプロペラを起動させるだけなんですけど、これどういうふうにプロペラを起動させるかというと、上下にですね、こうすると、こんな感じでですね、起動します。で、もう一度振ると止まります。もう一度やりますね。電源を入れて、これをシェイクします。そうすると回り出します。待てますね、はい、でこの状態でもう一度振るとプロペラが止まります。はい、ということですね、まあ、この2つだけです。で遊び方もですねこの後少し説明していきたいと思います。はい、まずはですね手前側に軸を傾けた場合、自分の方向に軸を傾けた場合はこのようにですねブーメランのように投げて遊ぶことができます。軸を傾けたまま押し出してあげるとこのようにですねボールが戻って手元に戻ってくるという、まるでブーメランのような形で遊ぶことができると。これだと一人でですねこのように投げて遊ぶことができますね。はい、それから続いてですね軸を向こう側ですね、自分から反対側に傾けた場合はこのようにボールがですね飛んでいきますので、この性質を利用してですねこのように2人でですねキャッチボール、これ子供にちょっと遊ばせてみたんですけども、このようにですね2人でこのボールをですね手放しただけでキャッチボールすることができますので、傾けるですね角度によってスピードも変わってくるので、ゆっくり渡したりとかですね素早く移したりとかですね、そういった遊び方もできますのでおすすめかなというふうに思います。
それからですね、このように魔法のステッキと呼ばれるですね、別売りのオプションみたいなものもありまして、これですね、振るとですね、色が変わって、これマグネットがですね、仕込んであって、このマグネットにですね、このフライノーバプロをくっつけて、このように回転させながらですね、遊ぶこともできますので、こちらもですね、おすすめの遊び方かなというふうに思います。はい、ということでですね、今回はフライノーバプロというですね、ドローン型の、ドローンのようなおもちゃをですね、ご紹介してきました。これですね、子供にも使うことができるんですけども、ガードのですね、隙間が結構大きいので、指が小さいお子様はですね、注意された方がよろしいかなというふうに思いますし、あと屋外ではですね、行方不明になったりとかですね、どこに飛んでいくかわからないというふうな状況になりますので、屋内もしくは体育館等のですね、広い室内施設でですね、遊んでいただければというふうに思いますので、ぜひですね、お子様へのプレゼント等に購入をですね、ご検討いただければよろしいかなというふうに思います。以上、今回はですね、フライノーバプロについてご紹介してきました。またですね、何かレビューできるものがありましたら、このチャンネルでですね、紹介していきますので、よろしくお願いいたします。それではですね、ドローンおやじがここまでお伝えしてきました。また次回の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。